真中カミツル、マナカミツる、マナカ1971年1月6日体は、栃木県大田原市出身の元プロ野球選手、外野手、コーチ、監督、野球解説者、野球評論家。大田原省5年の時に野球をはじめ、宇都宮学園、原文制芸術大学附属高等学校時代は、3番を、うち、 4番の高島徹と共に3年次の2、春夏連続で甲子園に出場。第60回選抜大会は、ベスト4、第70回全国選手権は3回戦で敗退。卒業後、日本大学経済学部経済学科に進学、同期生に渡辺博行がいる。1年秋の入れ替え戦ではさよなら本類打を打った。4年春に打率、386。 13打点で2冠を獲得。東都大学リーグ通算71試合出場、260、打数78安打、打率、308本塁打、41打点。ベスト内に4回。なお、現在福岡ソフトバンクホークスで、バッティングピッチャーの角の明らかんとは、日大の同期である。1992年度ドラフト会議にて、 ヤクルトスワローズから3位指名を受けて入団。は、ヘルニア手術のため7試合の出場に終わったが、は、怪我の飯田哲也に代わり一番を担い、リーグ優勝、日本一に貢献する。には、初の規定打席に到達し、には、プロ入ル初の打率3割を達成。は、打率、312でリーグ優勝、日本一に貢献した。野村克也監督率いるヤクルトの黄金期では、 マナカはセンターのポジションを名手、イーダと争っていたため、イーダが故障で戦列を離れた際の大役扱いだった。しかしイーダが繰り返して怪我をするようになり、立場が逆転し、98年からはレギュラー外野手として大とセンターを守るようになった。2005年は青木聖後矢の対等でレギュラー争いが再び激化。今度は、 リーグの最多安打記録を塗り替える青木の大活躍で、出場機会が減ってしまうが、真中には、勝負強いバッティングを活かすため代打の離殺という、新たな役割が与えられた。代打でも3割バッターとして、遜色のない働きを見せ、2007年には、日本記録となるシーズン代打起用回数98回、代打のみで31安打を記録するなど、代打職人、 代打の神様と称される選手となった。この代打起用回数、代打安打数は2017年現在未だに破られていない。は14打数1安打、打率071に終わり、同年限りで現役を引退。引退後、真中はよくからは、ヤクルトの二軍打撃コーチを務める。シーズン終盤、猿渡り広ししげじ軍監督らの契約満了に伴い、 二軍監督代行として、フェニックスリーグの指揮を取った。その後は11月1日付で2011年度シーズンの二軍監督就任が正式に発表された。二イースタンリーグ優勝を果たした。2013年10月23日、シーズンより一軍チーフ打撃コーチに就任することが発表された。2014年10月8日、小川厚氏の公認として、 ヤクルトの新監督に就任することが発表された。和巨人などと終盤まで優勝争いを繰り広げた末、10月2日に神宮球場で行われた阪神タイガースとの最終戦で延長11回裏に遊兵のタイムリーヒットでさよなら勝ちを収め、史上稀に見る大混戦のセリーグを制して、チームを14年ぶりにリーグ優勝に導き、就任1年目にして、 優勝監督になった。前年再開からのリーグ優勝はセリーグでは39年ぶりの快挙だった。クライマックスシリーズのファイナルステージでは、ファーストステージ勝者の巨人と対戦。初戦こそ落としたものの、2戦目以降は3連勝、対戦成績4勝1敗、アドバンテージの1勝を含むで、初のライマックスシリーズ制覇を果たし、14年ぶりの日本シリーズ進出を果たす。 福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズは1勝4敗で敗退。2015年10月22日のドラフト会議では一位指名の高山春、当時明治大学をめぐって阪神と競合し、阪神監督の金本智明とのくじ引きの結果、真中がガッツポーズし、交渉権獲得と思われたが、その後真中の確認ミスが発覚し、阪神が 好賞権を獲得した。この一件が元で、真中はこの年の優も、あ、大賞を受賞している。しかし、は、優勝時のレギュラーであった、畑山和弘が、故障離脱するなどしてごいと大きく、成績を落とす。よくは畑山が、シーズン開幕早々またも故障離脱したのに加えて、同じく優勝時のレギュラーである、川端慎吾が手術で一軍出場なし、前年に、 NPB 史上初の2年連続トリプルスリーを達成した山田哲とのうんだ率が250にすら届かないなど打線のつながりを書き、投手陣もエース角の小川康弘や石川正則が不調で2桁勝利投手ゼロと完全崩壊し、NPB 史上66年ぶりの10点差逆転勝利、7月26日と明るい話題もあったものの、最終的に、 球団ワーストの96敗 NPB 史上61年ぶりの前半戦における2度の2桁連敗などを喫するという散々な結果となり、シーズン途中の8月22日にマナカの辞任が発表され、シーズン前日程終了後にマナカは監督を退任した。2017年12月17日、出身地である大田原市は同市の三原公園。 第二球場の愛称を、マナカミツル記念球場とすると発表した。二千十八年からは、フジテレビ日本放送 TBS テレビ、BSTBSTBS BS チャンルを含むの野球解説者と、産経スポーツの野球評論家に就任、ただし専属ではない。マナカは、プロ野球選手としては、背丈は高くなかったが、確実な打撃とパンチ力を兼ね備え、大学時代は、 若松二世と呼ばれた。50メートル走のタイムは6秒1の瞬足で、1998年、元日に放送された、最強の男は誰だ。壮絶筋肉バトル、スポーツマンナンバー1決定戦での50メートル走では6秒52を記録している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。